皆さんこんにちは、タイガー桜井です。そしてルキアです。アグナムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、本日もデッキ紹介していきたいと思います。はい、今回紹介するデッキはこちら。はい、人形ネメシスですね。はい、こちら新カードのこの人形の少女オーキス、はい、出てしまいましたね。これはもうね、ファミツアップでも紹介したんですけど、はい、散々ぶっ壊れだと、はい、いうことで、はい、まあ、実際に使ってみたら、はい、まあ、普通にヤバかったとこれだけですね。まあ普通にヤバかったですね。うん、オーキスは、まあ、本当出た当初からめちゃくちゃ騒がれてましたが、はい、うん、まあ、本当期待を裏切らない、うん、裏切らないパワーがありました。はい、はい、でこの今回はオーキスを、まあ、安定させるためにオーキスまで、綺麗につなぐためにアーティファクト軸も少し採用しますね。うん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 、そのイカロスなどのエンシェントアーティファクトで場面を処理したり、アナライズアーティファクトで、ドローしつつ場面を並べたりということで、はい、オーキスにつながるようにしています。はい、なんかね、このオーキスを引くカードっていうのがないですね。はい、なのでドローはしていきたいと、うんうん、いうことですね。はい、そして新カード、そうですね、あとは新カードは、はい、この殺戮の人形ツバイですね。はい、こちらファンファーレでビクトリアという、31の年のフォロワー出して、はい、攻撃時フォロワーへ攻撃したならそのフォロワーにこのフォロワーの攻撃力の値と同じダメージと、うん、まあ、メデューサですね。メデューサ、グレートタウラスみたいな、うん、そうですね。でこのツバイを進化させることによって、出てきたビクトリアが2回攻撃をできると、うんうんうん、つまり単純に3面処理ができるということですね。そうですね。3-1が倒されず体力3以下のフォロワーであればそのまま、ダメージで破壊できるので、そのツバイ自体の進化もありますし、3面を処理することができると、うん、こちらは、はい、アーサーへのメタで入ってますね。なるほどなるほどなるほど。オーキスの前にね、アーサーで5面展開されるとどうしようもないので、確かにそれに対応するためにこのツバイが入ってます。はい、はい、あとはまあミディアムですね。そうですね、こちらミディアムですね。共鳴状態ならチョイスしたカードになるんですけど、うん、こちらですね、安息の少女ミディアム、こちらの方はリディアントアーティファクト、プライムアーティファクト1のデッキに加えると、まあ、2枚高コストのアーティファクトを加えるカードですね。はい、でこちらのいたずらの少女が、ファンファーレでアーティファクトカードを1枚デッキから手札に加えると、これ1枚で完結してるカードなんですよ。2で持ってこれるのめっちゃ偉いですよね。うん、確かに確かに。こういう、アーティファクトの含有性、マキナハとか入ってるデッキではないデッキなので、はい、1枚でこうやって場合によってその引きによってですね、はい、効果を変えられるこのミディアムはかなり重宝しますね。ミディアム基本的なチョイスはどっちの方ですか？やっぱ敵から持ってくる方ですか？いや本当にもうハンド次第ですかね。ハンド次第で、ね、ゴブゴブ。なるほど。オーキスもノアも、はい、ノアも3枚なんですね。もうフィニッシャーとしてノアも3枚、人形をいっぱい走らして、はい、なるほど、勝つということですね。はい、オーキスはやっぱり基本的には復讐の方で使うことが多いですかね。そうですね、復讐の方でやはり顔面を詰めつつといったことも多いんですが、うんうんうん、こちらの決意の人形のオーキスの方も、はい、あのノアにつなげてそれでリザルト取れるようだったらこちらで盤面を、顔を守りつつといって攻撃もできるという、何回かこのプロアも出すことも、もう何回かというかかなり多かったですね。なるほど、思ったより強いです。はい、はい、それでは、早速ランク待ちに行ってみましょう。はい、さあということでロイヤル来ましたね。今日最強と言われているロイヤルですね。さあ先行取りましたが、うん、さあ基本的にマリガンで抑えていくカードっていうのか、アーティファクト軸のカードを抑えていきたいですね。ああ、じゃあ別に操り人形を別に増やすというよりは、はい、そうですね、その過程で、うん、はいはいはい、勝手に増えていくと。はい、なるほど。序盤はアーティファクトで盤面を固めていくのが強いですね。はい、ちなみに、はい、オーキスが手札に来ていた場合とかって、はい、マリガンで残したりしますか？あ、いや残さないですね。やはり8ターン目ということなので、はい、マナカーブ外してしまうともうオーキスの前にやられてしまうと、やられてしまうということも多いので。なるほど、あのそのためにノアもいるのか、うんうん、どちら側が引けていれば、はい、フィニッシャーにはなれると。結構順調に回ってますね。順調ですね。2、3。これは、はい、先に拾っておくと、うん、
アンドライス。なるほど。ロイヤル相手はどうですか、戦いやすいですか、やっぱ。アーサーにの前、オーキスの前にアーサーが展開されるので、少し対応が難しいといった印象なんですけども、はいはいはい、まあでも全然、まあ、5分ぐらいの力は感じますね、うん、なるほど。まあね、6アーサーだけやめてほしいですね、うんうん、ガウィンからの。そうですね、戦場に嵐を起こす。さあ順調に攻め取ってきている。まあ、まだ環境始まって少しか経ってないので、はい、明確な有利不利というのはちょっとあまり、うん、あのスピネも結構ロイヤルに対しては強いですよね。はい、ここはマナカウ通りに埋めていきます、はい、じゃあこの2面ロイヤルには取りづらいですからね、うん、ワルツとかね、なんか今ワルツが強いんだな。そう、ワルツがいますからね。器用になりましたかね、ロイヤルも。4でも強いですよね、はい、あれはだってげんこつ1個でおしまいだみたいなもんですよね。まあそうですね、やってることは、うん、ちょっと捨てが効くそうですね。はい、人望、さあ、ただあいつさん結構悩まれてますね、うん、多分あるんだろうね、ワルツもあるし。あ、まあ、おっと、マーズなら優しいですね、これは。あんまり出したくなかったっていう、うん、これであやつ人形を割らすと技で手札に加わる。うん、残すかばりいきますか。全面残すこともできるし、そうですね、あやつ人形使えば。そうですね、あやつ人形はこれは使っちゃいますか。はい、使ってきます。なんかあやつ人形のこの目安とかってあるんですか、こう何枚ぐらい残しておきたいとか、オキスまでにとか。なんか明確な、そう、何枚というのはないんですけども、うん、まあ、こういった中盤の盤面も非常に重要なので、オキスまでのつなぎで、こういったアドバンテージが取れるときは雑に切っていっても大丈夫だと思います。じゃ結構そこまでこの出し惜しみしない方がいいって感じですかね、うん、まあ、頭でっかちにオキスがあるから、うん、吐かないっていうのは。ああ、そういう場面負けたら意味ないと。なるほど、はい、なるほど。まあ現状でもまだ2枚作れる、3枚作れる、うんうん、さあ消滅。そうですね、ここはスピネをぶつけてアーティファクトサーチしてからですね、はい、はいはいはい、ナライズをサーチしてすり替わり、はい、フラワードールと。はい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 、まあでも本当にどんどん操り人形たまっていきそうですね、うんうん、いい感じに盤面優位を保ちつつ、はい、オーキスにつなげられるといいですね、うんうんうん、さあこれ手札なさそうに見えるけど、はい、2ドローありますからねそうですね、次アーサー来るよという。アーサー、まあおそらく持ってます、ね、アーサー予告来ましたね。これでも進化圏切っちゃうと、もう進化圏の差が2つになってしまう。ああ、切らなかったですね。さあこうなると、おお、ハメルン、うん、ハメルンか、一旦ここは一旦ドロー見ますか。ここに当たるのはおそらく確定なので、うん、はい、ドローを見てから。おお、まだまだ増やせる。まあでもなんかこんだけ人形使いの糸とか操り人形があれば、朝来ても対応できそうですね、うん、次にオーキス引きたいですね。そうですね、一番引きたいカードですね、はい、まあ、製造術、はい、ハーメルンでフラワードールを増やします。フラワードールいっぱい出すと、はい、はいはい、さあこれで、おお、強力4枚目ですね、合計で。進化で取ってもアーサーで5枚埋まってしまうので、ここは切らずに人形人形でね、お、それは強い。おお、そうかそうか。あ、じゃあ使い。あ、でもこれで人形は、人形が、お、ノア。8枚。これは手札はピッ、大丈夫ですね、溢れないですね。さあ、ここで大きく行きたいですよね。一番手でカード。共鳴でもない。はい。梅もずらせないですね、このアンテスト。さあ、こうなるともう、やることが。そうですね、まあ次のターンでノアが行けますから。次で13点、相手体力13か。そっかそっかそっか、13点出ますよね、ノアと。
進化込みで出ますね。ですよね。死後さえ出されなければ、うん、ただやっぱホーリーナイトベアがちらついてるんでね。死後が出てくる可能性もかなり高いということ で、ね、ここは丁寧に全処理していくのがいいですかね。まあ2回走らせればいいので顔守りつつ、そうですね、確かに3、はい、3まで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、ちょうど13点は出ますが、そうですね、死後さえ出なければ2回走ればおそらくリサル取れるでしょう。メリッサ動画出されるとちょっとって感じですかね。まずこれは主語は主語1枚1枚出ましたね。ましたけどこれだとさすがに進化を切るのでは切らなかったらリーサルですね。そうですね。でもこれ相手人形が合計5枚になりますよね。あ、リーサルあるわ。リーサルですよね、うん、これリーサルあるわ。うん、大丈夫ですね。合計5あいつに5体出ますからね。見抜けますか。そうですね、はい、死後に当たればいい、はい、はい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 。いやまあ普通に人形軸強かった。普通に人形軸ここでやっぱあれですね、ノア3枚入れたおかげでしっかりノアも手札にあって、うん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 、はい、お見事ですね。さあお見事ですねと。おお、いや怖ーやつに人形軸ここから13点なかなか今こんな一旦に13点のコメントから出してくれるデッキないですからね。そうですね。いやこれはまあ非常に強い。いやーこれで、はい、最後でお次はウィッチ、うん、ゴーゴー。さあウィッチはね、はい、見ただけでどんなウィッチかわからないんですよね。それが強いんですよね。お、来た。オーキス。オーキス来ましたね。もう手札もいい感じですね、うん、2、3揃ってる。さあルーニービッチだと相性的には、あ、でもおこれニュートラル、ニュートラル、なかなかゴブリンは、まあ、ゴブリンはなかなか渋いですね。はい、なんとも言えない、なんとも言えないですね。なんとも言えないですね。ゴブリン入れた秘術っていう可能性もありますからね。バリバリのアグロに寄せた、うん、あ、でもこれはニュートラルですね。ニュートラルアグロウィッチ、なるほど。まあここは一旦ここはイカロスをナライゾー優先、はい、あ、イカロスを高校進化で使っていきたいと、うんうん、そうですね。ルーニーウィッチも現状まだちょっと試行回数が足りてないですけど全然フリーではないですね。五分といった展開ですね、うん、お、すり替わりが、うん、ちょっと顔を守りますかね。回復はないですもんね。そっか、そうなんですよね、うんうんうん、中盤からの盤面はおそらくこちらの方が相当強いので、はい、なるほど。もう顔の顔への打点を最大限抑えて、はい、あ、アリス。でもこれ取っといてよかったですね、この後危ない、危なかったですね。危なかった、はい、セーフ。なるほどな。で、オハーメルン、まあ、歴史を変えていく。でもイカロス進化で、スリーカーティとかアナライザーティフト、どちらか。でも多分スリーカーリもあるんで、うんうんうん、エンシェントアーティファクトで全面処理していく感じですね。さあこれでハーメルンを増やして、うん、はい、いいですよ。海外いけそうですよ、もう、うん、まあ本当に最初の戦い方はやっぱり基本的にはあのアーティファクト軸と変わらない感じに、うん、そうですね、ですね。アイツリ人形、純アナイツリ人形軸だとやはり中盤の盤面が相当弱いのと、あ、アイツリ人形が溢れちゃって、あー、なるほどなるほど、うん、結局強いな、これその前にでかい。なるほど、ただエンシェントが強いのか。エンシェントは相当強い、偉大ですね。お、ノアも来ましたよ、オーキスノア。さあこれ一応エンシェント、エンシェントあやつ人形とかでも
血が切らずでも一応いけますけどね。なんでここは熱狂から、はい、ちょっともう一枚。なるほど。もうじゃあ使っちゃう感じですね。うん、ここはもう使います。いやこの辺がやっぱりなんかどうしても出し惜しみなんかしがちな、うん、なっちゃいそうですけど。進化剣か操り人形1枚かというと、まあ確かにみたいなところですかね。うん、そうですね。オートマタナイトも見えてますしね。すり替わりとかも。オキスまでに3枚あればいいですもんね。そうですね。3枚いればもう最高ですね。一応2枚で。まあ2枚そう。チョイスは。チョイスは。あそこそこ。さあこれで先兵でも相手さん手札がもう枯れてきておりますからね、うん、防ぎきれればなんかなんとかなりそうですね。さあうん意外とめんどくさいですね。そうですね、ちょっと綺麗に動けないんですが、はい、オートマタナイトはラストワードなんで、はい、先にこうやって置いときます。一回の否定処理優先的に、はいはい、これで2枚獲得。はい、さあニュートラルウィッチですかね。サークユエルはもうない。サークユエルはない、はい、だからこっからオズとかが怖いですね。ああ、オズプラス変異ワンチャン連鎖する雷なんか来るとちょっと厳しい。止まらないと生き残りましたねこれ。うん、これ顔いっちゃどうかな。ここはちょっと操り人形は聞いたくないですね。うんうんうん、ただそろそろ顔を冷たい、はい、そうですね、うん、普通に盤面取ってればなんか良さそうな感じですね。こうしなきゃ分かるよ。そしてはい、強い、はい、これで次おそらく2枚嫌だと、うん、変異のライトがされるとちょっと嫌だって感じですかね。変異は本当にやめてほしいです。お、ないですね。スノーを、おー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 、オズを引きに行っているのか。あー、リーサルはないですかね。リーサルはない。3、4、5、6、ないっぽいっすね。大きさでもまあ一旦大きさ、普通に素出しで出してもあれですもんね。3枚選択肢も少しありますね。ただ多分、はい、あの復讐じゃない方ですね、ここはロイドの方ですね、はい、なるほど。あ、じゃあ人魚の枚数も少ないですし、はい、2枚なので、であと顔を守ってれば、相手はお相手シアグロデッキなので、あーなるほどなるほど、ここで守護プラス3点回復をしていけば勝てるかなと、はい、心が折れた。罪ですね。わー、おめでとうございます。はい、はい、ということで、はい、オーキスだったんですけど、うん、まあ、でもあのチョイスのロイド側の方も、はいはい、うん、早いタイプのデッキに関し対しては、うん、かなり活躍しそうでしたね。そうですね、はい、復讐の方はもう言わずもがな、ね、あれは未来のヘクターと、うんうん、はい、いう感じですね。はい、というわけで、はい、結構プレイングもめちゃくちゃ難しいってわけじゃない、まあ、そんなにいいですかね、うん、そこまで、まあ、あいつ人形吐くか吐かないかといったところは少し難しいところがあると思うんですが、うん、まあ、基本的に盤面を取って、まあ、最後に大きくするのまで決めるっていう明確な、ね、勝ち手段があるので、まあ、そちらを目指してプレイングしていければ大丈夫だと思います、はい、ありがとうございます。というわけでぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。